フォルテミュージックアイランドチャンネルようこそ。今日はソナタ形式について説明していきたいと思います。ソナタ形式はサンドイッチの構造だと考えてください。どういうことかと言いますと、ソナタ形式は提示部、展開部、再現部と呼ばれていて、3つの部分からできています。サンドイッチでいう上のパンは提示部、下のパンは再現部です。そのパンの間に展開部が入っていると言えます。提示部というのは、この曲のメインのメロディを提示する第一主題と第二主題です。展開部はメインのメロディの一部などを使って曲を発展させます。再現部はメインのメロディを再現します。さて、この曲を聴いてみてください。この動画がいいと思ったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。